週刊中の5月14日グリーンホール相模大野の多目的ホールなどを会場に看護する心の大切さを知ってもらおうと相模原看護フェスティバル94が開催されました。今回のテーマは看護は触れ合い支え合い。記念式典では国立相模原病院附属の看護学校生により待望式の模様が再現されました。一方、伊勢丹相模原店のギャラリースクエア会場では看護婦さんたちにより看護学校の進路相談や看護就職相談、他にも血圧測定や肥満度測定、アルコールテストなどの健康チェックも行われました。中でも人気を呼んだのはナースユニフォームでの記念撮影。会場はたくさんの人たちでにぎわいました。素朴でどことなく郷愁をそそる澄んだ音色、このオカリナの美しい音色に魅せられた一人の男性がいます。相模原市上溝にお住まいの石渕俊夫さん。石渕さんは地元の小学校で教鞭を取る傍らオカリナの制作、演奏活動を続けています。JR 相模線の磐田駅近く、緑に囲まれた鳩川沿いに石渕さんのお宅はあります。離れに作られたアトリエでは今日もオカリナを制作する石渕俊夫さんの姿がありました。石渕さんがオカリナと出会ったのは今から11年前のこと。趣味でやっていた自転車のレースで群馬県へ行った際、ついでに立ち寄った月夜の焼きの窯元でオカリナ奏者の宗次郎に出会ったのがきっかけといいます。自転車のロードレースをやっておりまして、でたまたま群馬の、サイクルスポーツセンター、レースに参りまして、でいつもレース行きますとそこで月夜の焼き物をやってたんですけども、たまたまある時に、土をこねてましたら、かの有名な宗次郎が、まだ有名になる前の話なんですけども、土探しをやってき、まして、そこでそのオカリナっていうのを初めて知りまして、まあその音色に魅せられたというんでしょうかね、それがなんか妙にその自然に溶け込むっていうんですかね、それがまたこう人の心にこうスッと入ってくるような、なんともこう言えない素朴なこう音色、それがなんかその時の自分の心境にもぴったりあったっていうんですかね。早速家に帰り制作に取り掛かりましたが、当時は作り方を教えてくれる人もいず、なかなか思うようにはいきませんでした。最初は見た感じでは簡単にできると思ったんですけどもね、もう実際に作ってみたら確かにそれなりの形はできて、だけども音を出す段になりましたらほとんど音が出ない状態でしたね。オカリナの作り方はまず粘土で大まかな形を作ります。これは普通は石膏でできた型を使うようですが、石渕さんの場合はご自身の手の感覚だけで形を作っていきます。
現在もまだその土を探し続けているというのがもう実情です。まあ、そのくらいやはりその土によってその音色が違う、粗い土、細かい土で、またその土の持ってる性質っていうんですかね、鉄分を含んだりだとか、そういうものによってもこう音色が変わってきますので、素地郎の方は現在岐阜の多治見の土を使っています。彼が多治見を使うなら多治見は使わないようにして自分の土をまあ探してみようかな、そんな気持ちで、まあ、現在も探し続けているというんでしょうかね。形が出来上がるとそれを半分に切り、今度は中をくり抜いていきます。そして上下ともくり抜いたら、今度は土部という土でできた接着剤で再びくっつけます。オカリナ作りで一番重要なのが歌口といわれる空気の通り道、エアウェイの部分。吹き口から鳴り口までの角度や穴の大きさがその音色を大きく左右します。やっぱりオカリナはその吹き手、作り手、それによってこう音色も違いますしね。でやはりその吹く方がそのどんな息で吹くのか、それによってもそのエアウェイって言いますね、そのトンネル、その広さも違ってきますし、一番こう吹きやすい、しかも長い時間ぐっとこうロングトーン吹ける、そういうエアウェイを、まあ、まだ現在も研究中ですけれども、やっぱり一番大きなポイントでしょうね。鳴り口が出来上がると、次は調律に移ります。オカリナの音域は1オクターブ半、1音ずつ合わせながらポンスという金具で12個の穴を開けていきます。この調律が済むと素焼きにされますが、焼くと収縮するため半音くらい音が高くなるので、その分を見越して低く調律しなければなりません。素焼きされたオカリナは表面を漆で仕上げられます。たまたま私が生まれは石川県能登半島、輪島の近くなんですね。で輪島っていいますと、その輪島塗、そういうところから漆がこの焼き物に合わないかな、それでこう挑戦してみたんです。そしたら意外とそれがぴったり合うんですね。表面が漆で仕上げられているのは世界中でも石渕さんのオカリナだけ。赤茶、黒、緑、木、朱と18回から20回も重ね塗りされ、そしてその表面をペーパーで磨き上げると、独特の模様と色合いが織りなす石渕さんのオカリナの完成です。一釜だいたい200本ぐらいになりますとね、釜入れるんですけれども、まあだいたい月に1回ぐらい、そうしますと、まあ、200本ですから、その中から気に入った笛ってのは1本、まあ2本あれば同じという、まあそのくらいの笛でございますね。石渕さんはオカリナの魅力を一人でも多くの人に知ってもらいたいと普及活動も続けています。この日は市内のホールで石渕さんが指導している7つのサークルの合同練習です。下行く方3、はい。オカリナとはイタリア語でガチョウの子供のこと。このような土笛の歴史は古く、紀元前からあったと伝えられていますが、現在のような形になったのは1800年代の半ば、イタリアで作られたのが始まりといいます。
その後楽器としてはあまり普及しなかったようですが、その素朴で透き通るオカリナの音色は宗次郎の出現によって一躍知れ渡るようになりました。私他の楽器いろいろやってるんですよね。オカリナの魅力、その音色に惚れちゃったっていう感じなんです。音が綺麗と、音が綺麗と自分で作ったりできるからそれが楽しい。皆さんと合わせるっていう楽しみがありますので、とても最近はストレス解消って言いますか、楽しい気分で過ごせておりますけど。石渕さんは今年、長さ95センチ、重さ20キロ、世界一の大きさと思われる巨大なオカリナを作りました。残念ながら一人で演奏することはできません。そうですね、まあ夢はまずいい笛を作るということで、いい笛ができたらやはりいい音を出す、そしてもっと大勢の仲間を作りたい、でそのオカリナをどんどんもっと大勢の人に知っていただく、まあこれが大きな夢でしょうかね。素朴で温かく、聴く人の心の奥にまで染み込んでくるようなオカリナの音色。石渕さんのオカリナは、都会に暮らす私たちが忘れかけていた何かを思い出させてくれます。今月10日にスケート場からプールに変身します。プールは室内50メートル競泳公認プールと子ども用プールの2つ、利用期間は9月16日までですが、競技大会などで利用できない日もありますのでご注意ください。利用時間は午前9時から午後9時30分まで、入場料は1回2時間大人300円子ども150円です。なおプール内ではスイミングキャップの着用が必要です。